どうもスリカスイミングのスリカです。本日の動画はクロールの速くなりたい人向けの練習方法について詳しくご紹介していきます。最近クロールのタイムが全然縮まらない、いろんなクロールの練習方法を知りたい、そんなあなたの悩みに対して本日は3つの練習メニューをご紹介していきます。動画の後半には誰でもできる3つのおすすめ練習法をご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。チャンネル登録がお済みでないという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、早くなる上での心構え。2、今では大好きな練習。3、もう絶対にやりたくない練習。4、早くならなかったら切れる練習。そして最後に誰でもできる簡単なメニューをご紹介していきます。質問のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。まずは1つ目、早くなる上での心構えについてご紹介していきます。1、少しでも限界を突破する必要がある。2、壁は誰にでもある。3、嫌になる前にやめる。ということで、クロールを速くなりたい、もっとねタイムを縮めたいという方に対して私が思う心構えなんですけど、少しでも練習での限界を突破する必要があります。もうね、なんか普段やってて、まあ、これぐらいだったらきつくないなって思う練習をずっと続けてたらいつまでも速くならないんですね。やっぱり日々の練習で、いやもうこのあと1本できるかできないかぐらいの練習を、まあ、日々突破していく、やる必要がある、まあ、それをやっと超えてベストタイムっていうのが見えてくるので、やっぱりちょっとの辛さっていうのは日々の練習では必ずあります。あとは縮まらない時期、どうしても成長できない時期っていうのは必ずありますので、そういうの少しでも嫌になったら一旦やめてみるのをおすすめいたします。その上で今回は3つの練習をご紹介していきます。2つ目、今では大好きな練習についてご紹介していきます。1、潜水ノーブレ。2、25m を4から6本。3、怒られるプールもあるので注意。ということで、今からご紹介する3つの練習はやってれば必ず速くなる、まあ、かといってね壁もあるんですけど、やってたら私がすごく効果を実感できた練習を3つご紹介していきます。まず1つ目が潜水とノーブレ系ですね。まあ、息を止めてとにかく水中で動くっていう練習、これは結構普段の練習では必ず取り入れていました。結構ね辛かったんですけど、でもやってたら結果が見えてくる練習ではありましたね。だいたい毎日 25m を、まあ、4本から6本ぐらいのペースでやっていました。で、潜水とかはやっぱやってると怒られるプールもあるので、そういうプールはね、あの事前に関心の方に聞いてぜひやってみてください。3つ目、もう絶対にやりたくない練習についてご紹介していきます。1、ベストタイムギリギリの練習。2、ベストプラス5秒を4本。3、常にやめたいと思っている。ということで、絶対にやりたくはないけど早くなったなって思う練習法なんですけど、こちらはベストタイムギリギリの練習ということで、例えばなんですけど、私が 25m30 秒、クロール30秒がベストタイムだとしたら、 25m を35秒以内で回る、これを4本繰り返すっていうのがこの練習になります。まあ、ペース的にはねもっと速いし、私の場合は 100m とか 200m が多かったので、まあ、100m を例えば1分ちょいぐらいのペースで回ったりっていうのが多かったですね。もうこれは常にやめたいと思ってたんですけど、やっぱねあのコーチがいたり先輩がいたりするので、やらざるを得なかった環境にあったからこそできるメニューではありましたね。4つ目、早くならなかったら切れる練習についてご紹介していきます。1、30分以上かかる練習。2、100m、200m を10本以上。3、1人では確実にできない。ということで、こちらの練習は1つの練習がすごい距離長いし、めちゃくちゃ時間がかかるっていう練習ですね。まあ30分以上、これ1個のメニューで30分以上です。普段の1回の練習が30分とかじゃなくて、例えばねちゃんとウォーミングアップしてドリル練習もして、じゃあ次この30分以上かかるメニューをやってからの最後またなんかやっての
ダウンに入るっていうメニューなんですけど、もう大体ね 100m、200m とかを10本以上とかやってましたね。でこういうメニューは一人では確実にできないです。やっぱり仲間がいるからできるんですけど、仲間がいない方はあまりおすすめできる練習ではありません。ということでおすすめの練習法を3つご紹介していきます。まず1つ目が潜水かノーブレクロールですね。一番最初にご紹介したんですけど、これ禁止されてるプール結構あります。例えば半分までとか15メートルまでの潜水しかダメとか結構あるので、それは気をつけて確認してからやってみるようにしてください。でもし潜水がダメだったらノーブレクロールですね。息継ぎをしないクロールをぜひやってみてください。これだったら別にアウトとかないと思うのでおすすめです。だいたい25メートルを、最低4本できるようにやってみてください。4本でも意外ときついです。最初の方は 1,2 本が限界だったりするんですけど、慣れてくると4本ぐらいできるようになりますので、できる方は4本から6本を目指してやってみてください。続いておすすめするのがベストタイムギリギリ練習ですね。これも確かに一人ではきついんだけど、できない練習ではないんですね。まずは最初はね、どうしても精神的にきつい部分も結構出てくるので、25メートルで4本を目指してやってみてください。4本ぐらいだったら、なんとなくいけそうかないけないかなぐらいのラインだと思うので、例えばあなたのベストタイムが25メートル20秒ぐらいだとしたら、25秒以内で25メートルを回る、これを4本やるっていうだけでも結構効果あります。最初の 1,2 本はそこまで全力出さなくてもベストタイムぐらいで回れると思うので、 3,4 本目から本気を出すっていう風にやるとよりやりやすい練習だと思います。続いて最後3つ目がプルブイになりますね。なんかいきなり普通の練習メニューになったなと思うんですけど、結局水泳って腕とか手のかきがものを言うんですね。キックでどうにかなるっていうパターンもあるんですけど、割合的に腕が占めてる割合っていうのがものすごく多いので、キックを練習するよりもプルブイ、足にねこうプルブイ挟んで手のかきを常に練習していった方が成長速度は速いです。私も結構プルブイが苦手な人間なので結構サボってきたんですけど、やっぱそれだとね全然成長しないので、ぜひ皆さんはプルブイをやってベストタイムを更新し続けてみてください。ということで本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ本日の動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、通知ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。